ろうかなと。だって確定申告まだ途中までしかやっとらんから。いや、マジ確定申告やってない配信者あったら教えてね。俺徹底的に聞くから。いや、やってんの本当に。ねえ、イノシシ君、名前今書かれてるけど、やってんの確定申告。君たっぷり投げられてるよね。やったっつってた、それともやってないの、どっち。ねえ、イノシシは車買ってるからな。あ、本当、聞いてみようかな。今すぐ。もしもし。はい。あ、ごめんなさいね、ちょっと配信中に申し訳ない。イノシシ君。いいよ。今さ、イノシシってさ、あの確定申告ってやった？あ、やったやった。あ、やったんだ。やったよ。いつ？3月1日。え、あ、やった。青か白どっちやった？白。白。白でやったってこと？白用紙だった。何回目今年？俺はな、うん、E-Tax やって27万8000円でやってんだよ、ちゃんと。去年も。やってんじゃん。E-Tax って言葉知ってるってことはやってるわ。違う。うん。みんながやってないやってないって言ってたから、やってないかなと思ったけど、うん。やってるんだよ、ちゃんと。俺。あ、これ払って、でもね、この言い方は払ってるわ。うん、払ってる、払ってる人の言い方。うん、だからごめんね。俺、ソースは見ててないけど、何で見せんかというと、見てたら見てて、今度はな。うん。めんどくさくなるわけよ、リスナーが。あ、過少申告、過少申告ってね。そうそう、いろんなこと言われても、それだけもう、うん、今はもうそういうの、うん、なんかまあ、コメントも盛り上がるし、払ってるか払ってないかで。うんうんうん。まあ、そういう感じですよ、今。なるほど。わかる？いや、この人は払ってる。めちゃめちゃ払ってると思う、多分。うん。あ、ごめんごめん。はい、あの、君は白っていうことで。あの、はい、ごめんなさいね。わかった？はい、ありがとう。はい、いや、だから、この、イノシシ君に関しては、これはしっかりと答えれてる。いや、3時？いや、一番俺が、おったんと、な、おったんと、あと、王様。これが俺の中では苦労だと思ってるね。秀樹の。うん。3時、確定申告に何色とかあるの？完全なるさ、アウトじゃん。そんな発言したっていう本人が言ったとしたら、バカだよ。ね。確定申告に何色とかあるの？とかいうさ、バカみたいなね、発言したっていうことは、完全にアウトだよ、君、それ。言ったの、それ、本当に。確定申告に何色とかあるのとかいうさ、バカな発言を。ね。確定申告に何色とか、2種類しかねえだろ。うん。秀樹終わったの？じゃあちょっと聞くわ。もしもし。もしもし？あ、ごめんね、あの、何でも。ごめん、リスナーがどうしても聞いてほしいって言ってたのに、ごめんな、な、うん。あのさ、ごめんなって何？おったんって、うん、今年確定申告やった？明日行くんだよ、明日。え？明日？明日行くんだよ、明日。青か白かどっち？何言ってんの、お前。青か白かどっち？何？え？何色でやるの？青で。青？なんで青にするの？青。なんで青なの？え？青のメリットは何じゃ？いや、あの、ま、あの、明日行くんで、明日。明日行くって、だって自宅に届いてないの？紙。確定申告書、用紙ってもう特に届いてるはと思うけど、届いてる？どっち？あ、じゃあ青じゃない、白。ちょっと、急に白に。え、去年は？去年何色でやったのじゃ？白。去年は白？え、白で、え、自分で やれた？だって、なんなの？いや、だから、だって、おったんってさ、飯食ってもレシートとか絶対取らないじゃん。だから、あの、やばくないと思っててさ、レシート もらってるの見たことないからさ。ああ、心配してくれたってこと？そう、心配なんだよ。だって、やらないと、ああ、本当に。遡ってくるぜ、うん、マジ。過去に遡って。あ、明日行こうや、でも。だから、過去行ったことこれまであんの？じゃあ。あるよ。ある？え、待って、今あるって言ったよな。じゃあ去年、あの、あれ、家賃控除とかやったの？ね。何パーセントやった？まあ、やってないと本当に来るんだって、遡って。いや、わかった、行くって本当に、明日行くから本当に。どこに行く？じゃあ、ごめん、どこに行くの？じゃあ。税務署。レシート持って？レシート持って。レシートと思って、じゃあこれやってくださいって言えるの、ちゃんと。
え、誰かに聞くの？じゃあ。え？誰に聞くのじゃん。いや、逆に まさかレ、あの、いや、誰に聞くんじゃんって言うけど、レシートも、まあそもそもいりませんけどね。やり方知らないじゃん、全く。え、去年やったんっていうのに、レシート持って。新幹線のチケットを取ってるよ、前に。いや、じゃあ明日は、あの、税務署行きます配信やってね、じゃあ。俺見るから。税務配信をしないよ。配信が、プライベートから配信がでやるよ。いや、今まで頭、ハゲさらして何が今更プライベートじゃん、この野郎。今さらプライベートもクソもないじゃん。いつもだって。ハゲでもプライベートあるやろ、お前って。お前ってハゲだろ、プライベートあるだろ。いや、ハゲだけど、同じハゲだけど、あなた、確定し、あの、頭、いや、なんで行かないの？いや、行くよ。だから明日行くって、だから。行くよ、俺も明日。だから。明日って。緑がもうやったの。俺、だから明日中に全部やる。俺も実は今やってる最中だから。やってねえんじゃないかよ、お前やって。じゃあ、あの、同じ仕事言えるかよ。俺も行くんだよ、だから明日。いや、一日は無理だって、おったんは。いや、二日かけて行くよ。二日かけて？どういうこと二日かけて行くって。一瞬、え？真っ黒だよ、これ。でも、つるっぱげの。つるっぱげのくせに真っ黒。いや、本当にやらんと目つけられるから、俺、あの。いや、本当に行くって。行ってどう、だレシート持ってないじゃんって。レシートなくてもなんか、レシートなくてもいいらしいよ、なんかあれ。は？え、レシートの保管期限って知ってる？レシートなくても、なんか何月何日何歩っていうのがあったらいいとかいう、なんか、聞いた、なんか聞いたよ。え、ちょっと待って、過去のレシート取ってる？もしかして。取ってるか取ってないかどっち？え、レシートはない。7年間分もないよ。7年間保存義務があるけど、取ってないんだ。やばいよ、それ。え、全部レシート持ってんの？当たり前だよ、そんなもん。常識に考えて全部取ってるよ、一つ一つ使えるもんとかあるわけで、うん、配信上で使ったもんとか。まあまあ、でも明日行きますよ、本当に。いや、本当に行きな、うん、ほんで、いや、もう、うん。インボイスで知ってるよね、もちろん、インボイス、制度。もう一回言って。インボイスの紙って、ドアンコから届かんかった、インボイス制度やりましょうって。あ、インボイス。ああ、インボイスはいいんや、ドアンコのやつね、なんかあの、うんうん、インボイス。意味わかってないよ、まだ。え？来てないの？来てない。つか、明日中に、明日、ちょっと何色でやるつもりなの？ちなみに、マジで。青か白か。それによって変わってくると思うんだけど。え？白？白でやれるの？白って結構複雑だけど、でき、あ、青の方が複雑か。白でも大変だぜ。今、自分の収入が、何月くらいから全部バーってまとめ出してさ。ギフトの金額とか。うん、じゃあマジね。いや、ありがとう、でもほんま。いや、心配なんだよ、本当に。ありがとう。うん。あとさ、ビッグニート、ね、ビッグニートと、うん、とアワードのさ、サンジさんって脱税してると思う？アワードが脱税？うん。そうなの？アワード来るんでしょ？でも、超会議。いや、なんか逃げる、なんか雑談には、だから僕は行きませんって言ってるらしいよ、あいつ。うん、そう、本当に、うん、あいつがキャンセルになったら俺が出るんやけど。ええ、うん、あいつがキャンセルならあなたが雑談に出るの？そうだよ。いや、みんなはサンジ見たいんじゃないの？でも、ドアンゴやって。サンジ来てほしいでしょ。いやいやいや、俺なんかやるか。まあまあそうだね。うん。うん、そうだね、言うなよ、うん。うん。うん。あ、ありがとうございました、でも本当に。じゃあ明日絶対やってね。心配してくれて。絶対行けよ。本当に心配だから言ってるから、ね。まあ今日の夜にちょっと調べますね。もう調べた方がいい、これは。やばいから。はい。真っ黒でしたね。ごめんなさい、リスナーさんの予想通り、あの、髪はつる、あの、なくてね、つるっぱげのくせに、真っ黒でした。はい。ブラック中のブラックでしたね。というか、ただのブラックじゃなくて、過去に遡ったブラックでした。過去に遡って、一回もやったことないって言うから、おそらく、あの、時効5年、7年だったかね、5年間分の投げられたギフトのね、金額すべて彼は、ね、髪の毛一本むしり取られますね。血毛一本むしり取られるのでお支払いくださいね。しっかりと。